5対0記念天覧武道大会の優勝者交代し、殿下ご誕生奉祝天覧武道大会の優勝者紀元2600年、奉祝天覧武道大会の優勝者、昭和天覧試合とは、昭和初期に開催された武道の天覧試合。以下の大会を指す。明治、大正期にも宮内省済寧館や、皇室の邸宅において、武道の天覧試合、対覧試合は行われたが、家族や管理など限られた者だけが出場する試合であった。昭和天覧試合は広く、国民を対象として、挙国的に行われ、戦前の武道史上最大の祭事となった。種目は、剣道と柔道のほか、第3回では、弓道も加わった。各武道の試合は、府県選手の部と指定選手の部に大別され、前者は各府県及び外地から指導の専門家を除くという条件のもと、予選をもって各1名の代表者が選ばれた。後者は実力、人格ともに優秀な者を指定選手選考委員会の選考に基づき宮内省が直接に指定した。天覧試合に出場することは当時の武道家の最高の栄誉とされ、選手は大いに緊張するとともに奮い立った。試合の組み合わせは可能な限り公平、正確な方法が考案された結果、まず抽選によって複数のブロックに分かれて総当たり戦を行い、各ブロックの1位となった者が勝ち残り式によって優勝を争う形式とされた。順位を競う大会は当時の武道界では画期的であり、武道が競技として確立するきっかけとなった。大会は、宮内省皇宮警察部が主催した。昭和天皇の他皇族、大臣、陸海軍大将、警視総監、府県知事、貴族院議員、衆議院議員などの要人が臨席し、陪観を許可された者千数百名が列席した。大会の結果は大きく報道され、国民の注目を集めた。参加選手全員に記念賞が授与され、優勝選手には、宮内大臣から短刀並びに銀杯が授与された。昭和4年5月4日から5日、昭和天皇即位の礼を記念し、皇居内旧、三路丸福馬場及び済寧館において開催された。形の演武府県選手の部各府県及び外地の代表者51名が出場した。8ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。準々決勝から天覧を受けた。指定選手の部指定選手選考委員の選考に、基づき宮内省が指定した選手32名が出場した。8ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。府県選手の部49名が出場した。4から5名ずつ12ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者3名ずつが4ブロックに分かれて、再び総当たり戦を行い、各ブロックの勝者4名が勝ち残り式で優勝を争った。指定選手の部32名が出場した。8ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。済寧館の玉座で観戦する昭和天皇昭和9年5月4日から5日、継宮昭仁親王の誕生を祝い、皇居内済寧館で開催された。形の演武府県選手の部各府県及び外地の代表者51名が出場した。12ブロックに分かれて総当たり戦を行い、各ブロックの勝者を決め、さらに4ブロックに分かれて総当たり戦によって勝者を決め、4名が勝ち残り式で優勝を争った。指定選手の部指定選手選考委員の選考に、基づき宮内省が指定した選手16名が出場した。前回の天覧試合で藩士に優勝試合を行わせたことに対し相当の批判があったため、本大会では指定選手は教師とされた。4ブロックに分かれて総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。特選試合は模範試合とされ、勝敗はつけなかった。陸軍から選出された軍人2名が出場した。三木五郎陸軍中佐が検証を務めた。藩士8名が出場した。高野佑三郎が検証を務めた。係、稽古生少年に対する正しい係稽古の指導が実演された。生少年は東京府知事の推薦によって大学学生、高等専門学校生徒、中等学校生徒、小学校児童から各1名が選ばれ出場した。形の演武府県選士の部各府県及び外地の代表者51名が出場した。12ブロックに分かれて総当たり戦を行い、各ブロックの勝者を決め、さらに4ブロックに分かれて総当たり戦によって勝者を決め、4名が勝ち残り式で優勝を争った。指定選士の部16名が出場した。4ブロックに分かれて総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。特選乱取り係、稽古昭和15年6月18日から20日、神武天皇即位紀元2600年を祝い、皇居内斉寧館で開催された。本大会は、弓道も実施された。形の演武府県選士の部各府県及び、外地の代表者52名が出場した。16ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。準決勝から展覧を受けた。指定選士の部指定選士選考委員の選考に、基づき宮内省が指定した選士32名が出場した。8ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。特選試合は模範試合とされ、勝敗はつけなかった。陸軍から選出された軍人2名が出場した。藩士8名が出場した。特殊化試合長年地方において、私財を投じて、剣道を振興した人物による試合が行われた。中山博道、伊藤誠二が審判員を務めたが、勝敗はつけなかった。形の演武府県選士の部各府県及び、外地の代表者が出場した。16ブロックに分かれて、総当たり戦を行い、各ブロックの勝者が勝ち残り式で優勝を争った。指定選士の部指定選士32名が最初から勝ち残り式で優勝を争った。弓道の部については試合ではなく演武と称された。1回の演武で1手行者し、12名の審査員による採点制で得点上位者が次回演武に進む方式で行われた。府県選士の部は52名が出場し、第4回演武の高得点者3名が、指定選士の部は32名が出場し、第3回目演武の高得点者3名が、大会第3日目の展覧演武に出場した。審査員は、鈴木栄、康、千葉種次、三輪野善介、酒井彦太郎、堀田義次郎、浦上久志、小沢、小西武次郎、広瀬実公、大島翼、渡辺昇我、大内義和各藩士。演武に先立ち、千葉藩士の八幡氏が、各演武の前後には審査員の礼者が行われた。また、弓道特殊化演武として、松井紀之教師の演武が行われた。大会3日目の展覧演武は、以下の通り。礼者府県選士の部指定選士の部特選演武。ありがとうございます。